しきり、90年代、そして人気漫画家の過去作、今回はジャンプの隠れた名作についてまとめてみました。それでは早速見ていきましょう。大間が時動物園は、堀越康平の作品です。現在では、超人気作品僕のヒーローアカデミアを、連載している大人気漫画家です。大間が時動物園は僕のヒーローアカデミアの前作でした。動物好きな女子高生、青い花は飼育員になるため、動物園のアルバイトを始めます。ですが、その動物園は、午後4時44分を過ぎると、人間のように振る舞い始めるのです。園長の椎名も元は人間だったのですが、化け物に呪いを受けてウサギの姿にされてしまいました。この呪いを解くための条件は、世界に名が轟くほどの縁を作ること。解除するために、動物園を大繁盛させようと奮闘するストーリーです。各動物の特徴をうまく捉えており、特性を生かしたバトルシーンも説得力があります。何より、堀越先生の画力が存分に発揮されていました。人気があったようですが、残念ながら打ち切りになっています。動物ネタなので、もしアニメ化していたら、子供から大人まで人気になっていたことでしょう。ちなみに、大間が時動物園のキャラクターは、僕のヒーローアカデミアにもちょい役として登場しています。この、上場見はそのまんまですよね。単行本13巻、ヒーロー仮面試験二次試験で登場。活躍したギャングオルカも、元は大間が時動物園のキャラクターです。Twitter などの SNS では、大間が時動物園から知るファンから反響が上がっていました。賢い犬リリエンタールは芦原大輔の作品です。ワールドトリガーの作者でもあります。登場人物の日野兄弟は、海外で働く両親から、弟を連れてくるという手紙を受け取ります。しかし、実際に現れたのは二本足で喋る犬リリエンタールでした。リリエンタールは不思議な力を持っており、状況に応じて特殊能力を発揮します。リリエンタールを狙う敵対組織からバスジャックされた時、バスごと深海に転送されるという能力が発揮されました。ハートフルコメディであり、登場人物は心優しい人たちが大半です。独特の世界観ではありますが、鬱展開やグロシーンはなく、子供でも安心して読める内容でした。当時の読者層には合わなかったのか、打ち切りにはなってしまいましたが、未だ根強い人気がある作品です。また、ワールドトリガーと世界観を共有している描写があります。例えば、宇佐美彩という登場人物は、宇佐美しおりの妹である可能性があります。全く別のジャンルですが、前作と繋がっているというのは、ファンには嬉しいですよね。王様はロバハッタリ帝国の逆襲は、なにわこちちの作品です。1994年17号から1996年52号まで連載されており、主に巻末で掲載されていました。主人公や決まったストーリーがなく、短編方式となっています。ギャグ漫画のテイストなのですが、読んでクスッと笑えたり、感心してしまうネタが多いです。シンプルかつ吹き出してしまうような設定が魅力的で、30年経った現在でも通用するセンスでしょう。代表的な話に日本ちょっと沈没があります。地盤沈下により80センチ沈んだ日本が舞台なのですが、原作の日本沈没のような悲壮感はありません。90年代ジャンプの、知る人ぞ知る作品でしょう。アウターゾーンは三原真の作品です。各話で完結する構成で、舞台は日本、海外、異世界など様々です。残酷描写とヌードのエログロと、ホラーが人気を博しました。各話によって登場人物が全く変わりますが、案内人ミザリーは共通して出現します。本来は10週しか連載しない予定でしたが、予想以上の反響で通常連載にしたそうです。近年までは知る人ぞ知るといった作品なのですが、2015年頃から注目され始めました。というのも、この画像が発端です。ボケてという、画像で一言ボケるウェブサービスなのですが、そのお題が大受けして、元ネタをたどった人から再人気の火がついたようです。ただ、描写が過激なので、苦手な人は要注意ですね。アウターゾーンは打ち切りギリギリの掲載順だったそうで、この作品より後ろに掲載されると、打ち切られるというジンクスがありました。サイレンは岩代俊明の作品です。2008年、主人公の吉野揚げ葉は、赤いテレホンカードを手に入れます。そのカードを使い、失踪してた幼馴染を探すために、サイレン世界という荒廃した異世界に行きました。そこから元の世界に脱出することができたのですが、なんとサイレン世界は未来の地球であることが判明。原因であるワイズと戦うことを決意するのです。サイレン世界では、汚染された大気に触れたり、脳疾患などになることで、再能力という超能力が発現します。
人によって能力が違い、主人公はメルゼズドアでした。触れた存在を消す力があります。さらには、真の力が解放された状態であるメルゼズでは、夜のアゲハ自身が棒を追うと同化します。名前といい能力といいビジュアルといい、男児が求める最高の異能ではないでしょうか？ザ・中二病製造漫画ですね。非常に面白く、ファンからはアニメ化を待望されていますが、未だにその情報はありません。昨今では昔の作品が評価され、再アニメ化する流れができているので、もしかしたら、そうなったら、小中学生男児の間で、メルゼズドアごっこが流行ることでしょう。デビリーマンは福田健太郎の作品です。魔界のサラリーマン、窓際は、人間界で契約を取らないとクビだと宣告させられてしまいます。困っていたところ、人間のタイラー・エルと会い、契約によって付与した能力で荒稼ぎをする、という内容です。タイラー・エルは7歳ですが、天才的な頭脳を持っており、9人から金を巻き上げます。連載時から評価が高い作品でしたが、打ち切りになってしまいました。おそらく、子供向けの絵柄と大人向けの内容が、当時のジャンプ読者に受けなかったのではないでしょうか？打ち切りにはなってしまいましたが、他作品の打ち切りのように投げっぱなしではなく、ラスト2話は綺麗にまとめられています。現在のジャンプなら、もっと長く連載されていたかもしれませんね。サモン君はサモナーは、沼旬の作品です。主人公のサモン翔介は悪魔召喚ができる召喚術師、さらに壊滅的に性格が悪く、人が欲にまみれた姿が好きというジャンプ主人公らしからぬ発言をしています。炭治郎の反対ですね。カスムシとも呼ばれることがあり、ニコニコ大百科ではカスムシ時々主人公、と記載されています。対極的に、ヒロインの勅使河原さくらは聖母のような優しさで、サモン翔介のカッサを際立たせていました。キャラデザイン、ストーリー、どちらも高いレベルにありました。もともと学園コメディでしたが、人気の低迷からバトルに路線変更します。単行本売り上げも振るわず、読者人気はあったのですが、打ち切りになってしまいました。皆さんも好きな作家がいたら、積極的に応援しましょう。小さな励ましの声が、その作品を打ち切りにするか完走させるか、命運を分けるかもしれませんからね。沼先生ですが、打ち切り以降も、金と愛と私最弱ジェノサイドクイーンお稲荷など、読み切り作品をたびたび掲載しています。サモン君はサモナー以上の作品を、生み出してほしいですね。ミスターフルスイングは鈴木伸也の作品です。主人公の猿の天国が十二支高校の野球部に入部し、仲間たちとドタバタコメディを繰り広げるという内容です。野球漫画ですが、青春熱血ものというより、ギャグ漫画の色が濃いです。ギャグの内容は何でもありで、他作品のパロディも数多く盛り込まれています。前半はギャグパートも長く、本編とは関係ないネタが続くので、野球漫画を想像していたら拍子抜けするかもしれません。また、作者の鈴木先生が不定期にツイッター上で書き下ろしをしています。鬼滅の刃が流行った昨年は、パロディをこれでもかと込めた漫画を投下しました。時系列的には大先輩に当たりますが、かなり節操がないですよね。それがミスターフルスイングらしいというか、全24巻も続きましたが、結局アニメ化しませんでした。おそらくパロディの多さから、権利関係から難しいのでしょう。時事ネタも多用しているので、現在でも厳しそうですね。ヒソカリターンズは矢上健の作品です。主人公である橋島ヒソカが、同僚の星崎リトにプロポーズし、川で溺れる高校生を発見します。必死に救命活動をするも、死亡しています。ですが、転生術を受け、溺れていた高校生の鳴神源五郎と入れ替わりました。肉体は鳴神、精神はヒソカということですね。この状態を維持するには、中身がヒソカであることを知られてはいけません。当然、最愛の星崎リトにも、ヒソカは再びリトとやり直そうとしますが、鳴神はヒソカを殺したとも言える張本人。果たして、このややこしい恋の行方はというのがストーリーです。とてつもない難易度の恋愛に、ドキドキハラハラすること受け合いです。ですが、人気の低迷から打ち切りを告げられてしまいます。その前にテコ入れで、バトル路線への変更を打診されていましたが、最終的には恋愛ストーリーで終わりました。仏像は武井博之の作品です。武井先生は、シャーマンキングの作者でもあります。貧乏寺の住職として暮らしている西岸幸は、ある日地上げ屋に襲われそうになってしまいます。その時、本尊である木彫りの千手観世音菩薩像が、地上げ屋たちを一周、千手という少年になり、自身を仏像から来た千手観音菩薩の化身だと言います。それから二人は、救済者の弥勒菩薩になるために、
悟りの旅に出るのでした。仏教がテーマとは珍しいですよね。登場人物の阿修羅の仏像が、ウォーズマンマスクなことも有名な理由です。打ち切りにはなってしまいましたが、未だ人気のある作品です。また、シャーマンキングと世界観が繋がっていることが判明しており、三代目アンナの師匠である初代アンナは仏像で登場しています。ガンダーラのリーダー、サチサイガンも、成長したサイガンサチのようです。ということは、二つの世界の時間軸は、あまり離れていないようです。ライジングインパクトは鈴木半ばの作品です。鈴木先生は七つの大罪の作者でもあります。主人公は小学生のガベインナナミ。ゴルフで450メートルの飛距離を叩き出せる、ライジングインパクトを持つ、驚異の才能があります。ガベインナナミは類稀なる才能を武器に、ランスロットなどのライバルと競い合っていく話です。余談ですが、ガベインナナミは福島生まれという設定があり、完璧な福島弁で喋ります。鈴木先生が福島出身だからだそうです。ライジングインパクトですが、ジャンプでただ一つの記録を持つ作品でもあります。それは、打ち切りから完全復活した作品ということです。1998年52号から始まり、1999年15号で打ち切りになっていますが、反響の大きさを受けて、再連載が決定。これは、1968年創刊から他にない、異例の処置でした。1999年27号から2002年12号まで連載され、足掛け4年で終了しました。約20年前の作品ですが、ネーミングは7つの大罪に引き継がれています。ガベイン、ランスロット7つの大罪にも登場しますよね。ということで隠れた名作でした。最後までご視聴ありがとうございました。